ハッチチャンネル始めていきます。今日は栄冠9、生放送ではなくて収録で、続きやっていきたいと思います。ということでいきましょう。そう、久しぶりの収録なんで、そうね、あ、そうか、マネージャーが女の子から男に変わってむさ苦しい野球部になったってところですね。そういえば、お、え、キャッチャーの必勝棒もらった。え、すげえいいじゃん。あ、アイドルからの贈り物ね。このこいつがくれたわけではないのね。オッケーオッケー。で、前の本は、キャッチャー本は確かね、今の1年生キャッチャーにつけておいたので、村上くんか、キャッチャー B にしてありますね。で、これからはレギュラーで、前回、生放送でやってて、で、今で4年目に入ったのかな。で、まあ生放送で連続でやってたんだけれども、まあ視聴者がね、だいぶまた落ち着いてきたっていうところですね。まあ生放送3時間4時間、多い時で6時間ぶっ通しでやってて、まあそれの疲れもあるし、あとはもう勝ち方とかね、分かってきたっていうところがありましたね。で、生放送面白かったんだけど、ただね、あのチャットのね、欄とかね、見てると最初の方はすごいね、野球の話いろいろあったんだけど、なんか関係ない話が増えてきたから、もう、あ、選手の効率アップ、よしよし、これで一気に大きい数字を選べば、その分能力は爆発的に上がるっていうのも教えてもらいました。さーてと、さあどんだけ上がる。お、東浜いいよ、いいね。みんな、そうか、ピッチャーはスタミナとかもしっかり上がりますね。占い師の柏崎、1年目のいたずら坊主だな。選手の性格について、白石、やんちゃ、内気に変えてくれ、クール、まあ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 、な、狙い通りにはさすがにね。仮設シャワーとかが多いな。ローラーで、これでまた1いき、あ、天才市場ですね。 OK、 チームが大きく成長。お、エラーがなくなった。あ、新田エラー持ってたんだ。猫八高校の日暮里コンビ、新田と堀口、二遊間、新しい打線のね、打線じゃないや、守備の名前つけてもらってね、かっこいい名前つけてもらいましたよね。洗い場コンビみたいな、そんな感じ。お、で、8月の今19日、8月21日に泊まると合宿が組める、そんなような話も確かあったから。あ、練習効率アップ。いやー、でもね、練習効率よりも今は目先のね、合宿をしたい、そこだ。機材、あ、ムニムニボール交換券、村上が誕生日で、これで1いけばいいんだよね、多分。これで合宿が組めるようになるのかな。お、あ、これこれ、オッケー、やったね。東浜が練習がとても辛いと。プロ転生、この年、むしろこのチームにいる唯一のプロ転生だからね。気分転換に勉強、よし、学力上げ。あー、来た来た、よしよし、1って2だね。ローラー、微妙、みんな微妙だね。レギュラーが、レギュラーか、笠原、さよならを持ってる笠原しかいない。レギュラーでもないけど、しょうがないな。あちょっと連打しすぎた。パワーヒー、あ、でも結局パワーあんまなかったし、チャンスメーカー入ればラッキー、そんな感じだね。厳しいか。お、いったぜ、
いいね。でまた2位行って特訓。笠原ミート。東浜、あ、いいね。東浜ノブ、いや東浜でしょ。何が欲しいか。伸び、重い球、玉持ち。伸びを A を狙うのか。キレがあったらいいんだけど、クロスファイヤーかな。リリース、リリースも1だからつきやすいよね。あ、カチューンあんじゃん。カチューンこれでしょ、先発投手。はい、これさすがに入るでしょ、1だもん。オッケー、やったぜ。いいね、特訓マス成功で。練習休みはどうだ。あー、しといた方がいいね、体力がない。学力も上げてもらおう、サラリーマン。大津、大津一番最初の卒業生だね。ミゾットに行きたいから4位って2かな。マシン打撃、そうね。チャットとかがないとね、あのコメント欄がないと、やっぱ普通にやってると寂しいところありますね。4位って3か、3がね。じゃベースランで性格を変えてもらって、ハゲマスでミゾットだね。また柏崎か。やんちゃ熱血感で一位き、機材交換券。お、打撃マシンいいぞ。紅白戦練習試合をねしたいんだけど全然ないね。4が多いから4を消費するか。ダンベル、はい、練習指示。体力がねえな。球速、東山球速、制球力、ノブ、ノブ、そうね、スタミナ、騎士がスタミナ、スタミナ指示してたっけ。球速か変化球、変化球上げるか。騎士もっと磨く、たくさん磨く。で、1年生たちは市村、片方だけ磨きすぎだ。小杉はナックラーなんだよな。カットボールをさやっと覚えたから、カットボールをね磨いてもらいましょう。で笠原くん、チャンスメーカー覚えた。ミートと総力だけ開ければ外野でね、もし使うことがあれば使う、そんな感じだ。次村上、肩だね。で水谷、水はすげえ打ってくれるんで調子極端。なるほどな。でまあ二遊間、このね堀口に行った、まあ、同じ年のセカンド2人いたから、あの片方をねコンバートさせたんだけどショートに。それがうまくね働いてくれて、ほんと鉄壁の二遊間になってるんですよね。サマーズ三村は満塁男、まあ元がね DD ですごいいいスタートだったんで、ミートパワーだからそのままパワーを上げ続けてたんだけど、弾道上げようか。で総力、1年生たちは基本的に総力ミートというのも教わったので、あでもショートだからな。渡部、いや総力にしよう。ショートで次の年はレギュラーになれるかどうかは1年生次第になってくるけれども。で白石、あ広角覚えたからパワーにしたんだね。で時くんミートで総力、こんなもんか。
いいね、いいね。あ、ダンベルが壊れた。ダンベルあったかな。今ダンベルが壊れたから、ダンベルあったあった。はい、これで元に戻ったね。でグランドレベルが、あー、オッケーだ、99。ベンチプレスが壊れそうだな。でレベルは99をね、とりあえずキープキープということで進んでいけばいいんだよな。あ、公式戦が見えてきた。新生野球部、猫八高校のね、新生だから、前評判はいい。あ、じゃあ1年生たち頑張って使ってあげようか。44マシンガンノック、まあ余裕でしょ。あ、そういえばオーダー変えてなかったっけ。上がるね。ただ体力回復させなきゃいけなさそうなんだけどな。大丈夫かな。多分そうだよね、体力がだいぶ。村上がもうダメだ、死んでる。あ、カルマくん、熊谷、お前らも。そしたらば大丈夫だよな。サマーズ、三村、村上。そっか、村上打撃も元からすごい良かったっていうのもあるんだよね。 B、 あー、トキくんと笠原どっち使おう。チャンスメーカー、さよなら。高速チャージ、あー、これ笠原使って1番でいいんじゃないね。結構チャンスメーカー重要になってきますからね。うんうんうん、こんな感じかな。カルマくん、カルマくん能力やばいんだよな。 GFG 外野としてはもうだいぶひどいけど守備職人を覚えたっていうね。こんなもんか。そうね、よし、じゃあ試合いきましょうか。うん、5潰しよっか。前評判は E だったから大丈夫でしょう。水谷、三村、白石。あー、そうね、水谷かな、水谷かな、普通ならね。でも1年生たちをサマーズも打ってくれんだよね。で1年生をまあ使ってあげようかと思うんだけれども、うわ、東浜絶不調じゃん。東浜ちょっと変えようか。じゃあ親分スタミナ G なんだ。初っ端な親分にして、で1、2年生で使うとしたら、こいつが能力高いんだよな。三塁でもサマーズ、三村と分け合ってて、一塁にコンバートさせたんだけど水谷がいるから結局奪えないという、そんな感じ。まあいっか、これでいくか。武蔵野学院、あ、そう、始めた時はね、東東京代表で、スタートさせたんだけれども、5年以内に優勝っていう目標を早くもね3年目の夏に達成したから、学校、あ、前評判 E から D に上がってたね。学校の場所を変更して、西東京代表でやってますね。まあ同じ東京地区っていうだけなんだけれども、水谷はパワーがいいんで強振、追い込まれるまでは強振。
った打球はレフトへ行かねえか。オッケーオッケー。お、4点取った。5点目取った。ツーアウト1、3塁。いやー、一発見たいよな。いや、いいね、こんだけ打ってくれると。チャットのね方でもね、みんなからオッケーセーフ。6点目。打線がつながる後半のマシンニャン打線っていうね、かわいいかっこいい名前ね、皆さんに、視聴者の方につけてもらったんでね、それが活躍できればいいんだけどな。ボール OK。 水谷いいね。さっきエラーだったんかな。内野安打っぽかったけどね。白石、あ、そうか、こいつ広角持ってんだ。じゃあ強振の流し、ボール、いや、耐久でもよかった。ワンアウト二塁で水谷。熊谷君1年生だけどね、能力すげえいいんだよね。あ、 DDC 引っ張りかな。エンドランか。エンドランだね。ゴー。オッケー、これで1点。エンドランハマるといいね。5点差で水谷。いや、エンドランするか。ストライクが入ってこねえな。オッケー、フェア。よーし、いいぞ。今5点差、5回10点だよね。だからまだコールドにはならないか。精密機械、ヒットが出やすいってことは阿部比。うん、じゃあこれだね。流し打ちも上がってる。あ、これファーボールかな。耐久しよう、耐久。94球も投げてる。おっと、オッケー、ナイス。結構強振っぽかったけどね。二塁から回ってこれないんだな、水谷。あと4点か。じゃあ皆さんご一緒にファイトだよ。オッケー、打てる気がする。打撃能力そんな高くないから、ここはエンドランでしょ。 OK、 はまった。これで7点差かな。あと3点でコールドだね。6回裏今サマーズ三村。じゃあお祭り男でさっさと終わらせちゃいますか。エンドライン行こう。まあ進塁できる。日暮里の堀の方。強振はないな。ボール。じゃあ耐久。OK。あ、まだ親分投げてたんだ。じゃあトキ君使おう。ホームランでさよならだよね。ってことは1年生たちもっと使えばよかったってことだな。パワー B になってる。今のあれか、あれを使ったからか。ここの何だったっけ、忘れちゃった。ボールストライク。 OK、 これで2点。これであと1点でコールドになるから、ベンチ組を、あ、さよなら男持ってる、笠原くんですね。決めてくれるだろうな。これをカルマくんらしいの。石沢かを出しの。待って、これで全員ここで出せるのかな。あ、出せるね。東浜だけ残しとこうか、一応ね、ピッチャーとしてね。ここで全員をとりあえず出すっていう作戦。
やべ、ワンアウトだから取れるかわかんないよな。まあでもサヨナラ持ってるからね、笠原ね。9回からもサヨナラしたぐらいだから、それは言っちゃいけねえ。あ、終わったー、ファール。ボール？あ、ダメだった。やべ。あ、やべ。あ、東山いるからね。大丈夫でしょう。市村にちょっと投げとこ、行ってもらおうか。これ守備の変更だけはできないの？これダメじゃね。守備の変更ができなかったんだけど、どうすればよかった？そうだね、ショート変わっちゃったんだけど。三塁、とりあえず外野をこいつにさせとけば、二遊間はちょっと重要だからなって思ってもいない。ちょっとやばいな。まあ9点あれば大丈夫でしょう。低め中心、危ない、大丈夫。それ東山がね、打たれなきゃいいだけだもんね。オッケー、いいぞいいぞ。あ、そうか、この回で決めちゃえばいいから、くせ者使ってさらに伝令、守備にものすごく気合を入れ、低め、とりあえず低めに投げとけばいいと。東山絶不調だからな。大丈夫、水谷、オッケー。あとワンアウト、曽根ボール、ボ、お、入ってた。これは不運。オッケー、勝った。危ねえ。よし、無事1回戦突破。村上がスリーラン打ってたんだ。あーはーはー、オッケーオッケー。じゃあ今回のパートは、次の試合を勝ったら、まあ勝つだろうけど、そこまでにしようかな。終わったら、あ、誰だ、田淵、ソフトバンクに入ったか。お、赤徳消してくれそう。お、新田が対左投手、いい。あ、いいってことは赤が完全になくなって、まあまだ苦手だけどっていう、そんなレベルだね。じゃあ公式戦2回戦いきましょう。カット D、D ならまあいけるっしょ。そうね、夏じゃない、甲子園決まって、甲子園公式戦の手前までね、まあ今回のパートではやらないけど、まあ地方大会が無事勝ち進めれば、甲子園はね、生放送やっていきたいかなと思います。それまではちょっと厳しいかな。サマーズ、あー、白石だな。そうね、白石だね。あ、東山の調子は元に戻った。よしよし。でも注目する白石がダメになっちった。お待たせいたしました。一丸となって最高東村山実業第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、うわー、なんかあれだね、ベンチマネージャーともに監督ともにむさ苦しい感じになってるね。はい、 D のまんま OK だね。特に向こう矢野があるかもしんないな、プロ転生的な感じかな。ちょっと見てみようか。スコア、あ、玉木転生 OB、 はい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 。ああ、そうね、転生プロですね、 やはりぐらいか、そんなもんか。じゃあ、じゃあ白石が調子悪いからな、
どうなんだろうな。強振、いやミートで2球目ワンストライク後にエンドラン。わあ、これは不運だった。いや、ヒット性の当たりが守備相手いいな。今度はランナーいない。強振で追い込まれるまで打とう。流し打ち広角、でも絶不調だからついてないかな。消えちゃうのかな、やっぱ。オッケー、ラッキー。さっきそれやれよ。はい、ツーアウト二塁、村上、うん、一年生キャッチャー。ボールストライク、エンドライン行こう。オッケー、あー、ラッキー。結果何、エラーか、ヒットではないんだな。ワンアウト二塁、東浜。うん、どこまで投げさせるかだよね。あ、これは外野前進だな。緩急、やばい、ストライク入んないぞ。オッケー、ラッキー。はい、プロ転生の矢野。あー、パワーはない。じゃあ外野前進の低めでいこう。いやー、打たれた。伝令かくせ者かを使う。うーん、どうしよう、くせ者使っとくか。前進はないか。じゃあ定位置低め。 OKOK、大丈夫。お、珍しいエラーした。オッケーオッケー、大丈夫。ワンアウト二塁で水谷、いいぞ。お祭り男からの、いや、もう強振でしょ水谷は、と見せかけたエンドラン。イエーイ、オッケー、回ってきたね。よし、オッケー。で白石、一気にこの回は畳みかけよう。引っ張りからのエンドラン。あ、ラッキー。三森今拾った。ワンアウトランナーからのもう一回エンドラン。オッケー、はまった。回る、いいね。レフトが穴か。ノーアウト一塁、まだ投げてたかお前は。ここは一旦親分にスイッチ。来年のエース、来年次世代。ゲッツーシフト、あー、バントはないでしょ矢野。まあ4点差あるからね。ストライク入れよう、ストライク入れよう。オッケー、ナイス。伝令使っとくべきだったね。褒める。守備に気合が1人しかいないから9回に使いたいね、できればね。緩急 OK。 おーし、いいぞ大沢親分。ピッチャーもう1人1年生使っとくか。最後は9回はね、2年生ピッチャーでなんとか。ファイトだよ。やばいね、コメント欄がねないとね、チャット欄がないと一人で寂しいこと言ってるだけになってる。オッケー、三者三振、いいぞ。チャンスメーカーの時くん、ルイには出てないな。いや、一発が見たいよ。これは強振のまんまエンドラン。いった、いかない。これで何点差、5点差か。あと2点でさよならか。あー、絶不調だからな。強振で広角なし。さーて、最後はピッチャーをノブ、岸、ノブ、岸、ノブ、岸
仲いいね。139か。騎士にして、最後はノブに締めてもらいましょう。熱血の伝令の、あ、そっか、騎士が唯一の守備上げしてくれる選手だったね。ものすごく盛り上げる唯一の、まあ、ランナー出たらでも大丈夫だしね。まあ大丈夫でしょう。ストライク入れようぜ。あー危ね。まあでもね、守備範囲広いからね、二遊間。本当に育ててよかったっていう、そんな感じ。はい、最後ノブに変えて、盛り上げのくせ者使いの試合終了、そんな感じ。 OK、 入れよう。スタミナを、スタミナしかないか。うん、スタミナ2年生スタミナしかね。相手は4番だからな、警戒だぞ。ストライク入れようぜ。 OK、 マックス139キロ出たね。よし、これで地方大会出場ですね。よかった、とりあえずね、勝てた。ということで、今回のパートここまでにしようかと思います。またね、この動画を投稿した後に動画撮影するんで、まあ、この動画の最中気になったことをね、言ってくれれば、そこを改善していこうと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。